ダメでしょ。止めないんですかね。これはハードじゃなくてもうデスですよね。これはデスですね。デスですデスです。ギターだ、ギターだ。銅を切られましたよ、銅。終わり。やースタイガー、やったー、垂直落下式。おお、決まりか、タイトル移動か。シヌルの刺さった一世 T シャツを脱ぎ捨てる。そこに火災のラリアット。まだだ、やつめ。ぐらつくチャンピオンだが倒れない。かわして、急所蹴り、プラスチック。そしてラダーを持ち出します。佐々木はまだ何か企んでますね。そうですね、前回の埼玉の時にもラダーが鍵になりましたからね。あのラダーをどう使うかです。あ、この体勢は、あ、抜けた、見られた。もう一度嫌がる、逃げる葛西を無理やり無理やり捕まえて、アウトサイダーズエッジ。ラダーの上に叩きつけた。あ、だがテーブル、これフォール行ってもいいと思うんですけどね。行かないですね。まだ仕上がらないんですかね。ラダーがあってさらにテーブルですか。まあ、やっぱり完璧に葛西順を潰したいってことでしょうね。いやにしても、もう十分ではないでしょうか。そうですね、かえってこれはリスクがある気がしますけどね、佐々木選手にとっても。どうしてもラダーに登ってる間に隙が出ますからね。葛西順をテーブルの上に、もうグロッキー状態の葛西順をテーブルの上にセットして、自身はラダーの上に上がっていく。ゾンビ、ゾンビでした。てたゾンビだった。ゾンビ葛西順、いいもの見つけた。そして最高のおもちゃを手に入れました。現地調達葛西。ダオがどこにいました。ダオが抜けた。最終、うわ、いいですね、躊躇がない。うわ、完全に全選手がゾーンに入っています。さあまたなんかとんでもないこと考えてるんじゃないですか。ここで真央の発想力が試されますね。新時代のハードコア戦士、何か組み立てるつもりですか、この後に。あ、これ渡す。ここに来て足場を作っています。組み立ててますね。普通に設営ですね、これは。これ以上ないぐらい丈夫な足場ですね。これはバランスがいいですよ。しかもサウナのメンバーがちゃんと押さえてます。でもなんか嫌な予感がしますね。ここの上で切ったハッタはどうですかね。うわー、どう、やばい、これはセッティングしている間に佐々木大輔が息を吹き返しました。うわ、う、う、う、あ、ここでめちゃくちゃやりますね。あそこからペディグリー、あダメ、あー引っかかった、気が散らない。ちょっと、こんな状況でも指差した方向を見てしまうのか、人間というものは。その心理をうまく利用した。なんだ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 、こっから、まさかテーブルの上にミチノクドライバーして、いやー